スポーツ大きな大城です。今日はパーを測定する方法についてお伝えをしようと思います。でパーっていうのは非常にパフォーマンスにとって重要な要素であるんですけれども、大事なのがスピードですね。いかに速くこうでかつ力を出せるか。なのでスピードと力の掛け算、速度ですね、力かける速度を掛け算するとパーっていうのは一般的にこう算出をできるということになります。でそのパーについてどういう方法で測定をしていくとアスリートのパフォーマンスっていうのを定量化できるかっていうところですね。非常に大事なポイントとなります。なのでまあチーム単位だったり個人だったり年に1回か2回ぐらいですねパーを測定してですね、でそれが実際に伸びているのか落ちているのか、でそれを評価してトレーニングを今後どうしていこうかっていう組み立てをするときに非常に有効な測定になるので、ぜひ押さえておいてください。でパワーっていうのはこう4つ主にこう測定する項目があって、で1つ目なんですけども、こう自分の体ですね、自分の体をこう使ってパワーを測定する方法っていうのが1つ目で、次が、まあ、バーベルとかプレートですね、これを用いて測定する方法で、その他にこうエルゴメーターとかっていう機材があるんですけども、例えば自転車ですよね、自転車エルゴメーターとか、あとは、まあ、ちょっと特殊なんですけども、スキーのエルゴメーターっていうのもあって、こうケーブルでこう引っ張っていってですね、こう毎回毎回こう出て1回1回の引っ張ったワット数っていうのが見れるやつがあるんですけども、そういうやつ、このエルゴメーター系ですね。あとはローイングのエルゴっていうのがあるんですけども、こうボート選手がやるようなやつっていうのがあったりします。で最後にはもう少しこう精度の高い精密機器というか、これ リハビリとかでもよく使うんですけども、バイオデックスっていう機械があります。まあバイオデックスの他にもまた似たような機械あるんですけども、これは非常に高額ですかね。なのでこの4つですね、主にパワーを測定するためにこの4つのカテゴリーがあって、これはまあ予算だったり、あとはそうですね、施設、いろいろな条件があると思うので、まあ、どれを測定してもどれを利用して測定してもいいんですけども、まあ、毎回同じような方法で同じ測定方法で取り続けるっていうことが大事になります。高価なトレーニング機材がないからダメだっていうわけではありません。先ほどもお伝えしたように自分の体を使ってパワーを測定できる方法もあります。ジュニアとかに関しては一番ここがいいですね。シンプル、測定も簡単です。ということで、まあ、パワーの測定に関して具体的にお話をさせていただきます。でまず最初の自分の体を使って測定をする方法ですね。これめちゃくちゃシンプルなんですよ。でパワーなのでできるだけ素早く力を出すっていうことがポイントになります。でそういった動作っていうのがシンプルに垂直跳びですよね。できるだけ上に飛ぶ、これが一つですね。ゆっくりしたスイングだと絶対飛べないですよ。なので速いスイングでかつ床にいかに力を伝えることができるかっていうのがポイントになります。垂直跳びですね。でその他にもあとは立ち幅跳び、縦方向ではなくてこう前方向に対してパワーを測る立ち幅跳びですね。でその他にもこうボックスジャンプっていうのがあるんですけども、その場で飛んでボックスにこうどれだけ高いところにボックスに乗れるかっていうのも一つ測定としてあります。であとは、まあ、今言ったのがすごいオーソドックスでシンプルなんですけども、そこから少し、まあ、体の使い方っていうのも含めてパワーっていうのを測るときに、例えばこの立ち幅跳びを3回連続で飛んでみましょうとか、ポンポンポンってなったときに、まあ、1回の立ち幅跳びはそこそこ飛べるんだけども、3回連続になるとこうパフォーマンスが下がったりっていうときに体のこう調整能力っていうのも入ってきますよね。飛び方っていうのがうまくないと、力は出るんだけど飛び方うまくないなとか、
あとは連続でリバウンドしながら力を出すっていうリバウンドジャンプの能力もこれに対しては必要になってきます。なので3連続で飛ぶか、もしくはその場でできるだけ短く高く飛ぶ、これ陸上の選手とかが非常に得意ですっていう測定方法もあります。で、他には今の立ち幅跳びに近いんですけども、その場からの三段跳びみたいなのもあります。で、その場からの三段跳びっていうのは、通常だと走ってきて片足でパーンって飛んで、同じ足でパーンって飛んで、反対側の足で飛んで、最後両足で着地するっていう、これはもう陸上の競技とかでもありますよね。ではなくて、その場からこうジャンプをして右左両足着地とか、逆でもいいです。その場からジャンプして左右両足着地ということで、これは通常の立ち幅跳びは両足になるかと思うんですけども、片足で力を発揮できるかっていう要素プラス、また体をしっかりとコントロールできるかっていう調整力も含めてのパワー系の測定になります。今本当にいくつか挙げたんですけども、自分の体を使ってシンプルに測定をする方法があります。垂直跳び、立ち幅跳びで、あとはボックスジャンプだったり、連続ジャンプ、連続の立ち幅跳びだったり、その場のリバウンドジャンプ、もしくは片足の要素を入れたジャンプっていうのがあります。これは本当にお金かからないんでおすすめです。で、データもたくさんあるので、これに関しては他と比べやすいっていう測定なので、非常におすすめの測定項目になります。で、次ですね、次なんですけれども、先ほどお伝えしたようにバーベルを用いたパワー系の測定があります。で、バーベルを用いたといっても、このスクワットとかになると重さが重たい分、この挙上のスピード、上げてくるスピードが速くならないので、パワーっていうのは先ほどもお伝えした通り速度っていうのがキーになります。なので、できるだけ速く挙上できるような種目を選んでいきます。で、そこでおすすめなのがウェイトリフティング、もしくはジャンプスクワットになります。ただジャンプスクワットをこう定量化するって非常に難しいんですよね。例えばなんか横にテーブルかなんかこうつけてですね、バーにこれを引っ張って、その引っ張られたこうスピードによって重さと掛け算してパワーを出すとかっていう、まあ方法もあるんですけども、これまた別で機材が必要になってくるので、ウェイトリフティングとかを使うとよりシンプルでいいかなと思います。まあオーソドックスなやつで言えば、こう下からクリーンをパンと上げてここまで持ってこれるかどうかですよね。っていうのがパワー系の種目の、まあクリーンのマックスがどれくらい上がるかとかっていうところで、しっかり進展して屈曲するっていう、この切り返しですね、これが早くできると挙上重量も上がってきます。っていうところで、まあクリーン、あとはスナッチですよね。スナッチはここからポーンと上げてバンザイする、これもパワーの一つの種目ですね、測定項目としておすすめじゃないかなと思います。まあその他にもウェイトリフティングなんで種目ジャークもありますよね。そういうエクササイズをトレーニングの中に組み込んでいくと、まあ、マックス測定の時に、まあ、クリーンの種目がこう上がったよねと、どれだけ上がってきたかな、で、スナッチの種目がどれだけ上がってきたかな、ジャークがどれだけ上がってきたかなっていうことで、こうパワーのパフォーマンスっていうのを定量化することができます。ただしウェイトリフティング難しいので、テクニックが、これに関してはやったことない選手がいきなり測定をしましょうっていうのはまあ不可能ですね。日頃のトレーニングから練習をして入れておくっていうことが非常に重要なポイントとなります。